はい、こんにちは。こんにちは、今日担当してもらってる飛田和正くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあこれから何点か質問していきますね。まずお年はおいくつになられますか？18です。18歳。はい。大学生ですかね？はい、そうです。大学生。どちらの大学ですか？大学自由が丘。自由が丘、はい、の専門学校。あ、専門学校、はい、専門学生なんですね。はい、なるほど。で、出身地はどちらになりますか？葛飾区。葛飾区、はい、シティボーイですね端っこですで、まあじゃあその生まれも育ちも葛飾ですね、はい、で、今はご実家に住まれてる、はい、専門葛飾区ですね。わかりました。なんか最近のマイブーム、趣味とか何でもいいんですけど、ありますか？そういったのは。あ、免許取ったばっかりなんで、はい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 、ドライブとか。あ、今、ね、はい、初心者マークを。そうですね、まだ半年ぐらいですじゃあ今あの友達と取り立てでどっかドライブ行ったりとか、はい、そういう遊び方をされてるわけですね。そうですね、はい。ちなみに恋人っていらっしゃるんですか？はい。何年ぐらいですか？2年。高校生の同、はい、高校生の同級生、はい、で交際されて今2年。今、まあ、結婚はまだ考えてないですよね。す、結婚とかって、はい、じゃあフェチ聞きましょう。何フェチですか？声ですかね。声、多分それはあの酒焼けしてる声ですか？どんな声ですか？どんな声？カスカスの声ってことですね。それそういうわけじゃなくて、多分違うと思います。どういう感じ？高い声です。高い声、はい、なんか可愛らしい、ちょっと。ああ、そうだと思います、多分。あの、何ですか、あの声優みたいな、アニメの声優みたいな。ああ、そこまでいかなくて。そこまでいかなくて、はい、なるほど、なるほど。じゃあ、初恋はいつされましたか？全然覚えてないんですけど、多分5ぐらいじゃないですかね。5歳ぐらい、はい、幼稚園生とかそれぐらいの時期ですね、はい、なるほど、なるほど。じゃあちょっと時間も押してきたんで、最後にあのこの動画を見てくれてる皆さんへ一言、何でもいいんで、一言それで締めてもらえたらないならなしで大丈夫ですあ、じゃあお疲れ様ですお疲れ様です、はい、よろしくお願いしますって感じで。はい、じゃあ飛田和正くんでした。お疲れ様です。お疲れ様です。